連光源はカダッス同様正確な位置が不明な土地だが、ドリームランドで連光源の詳細がわかる。ドリームランドの連光源の特徴は灰色の荒涼とした土地で、亜人の、人間もどき、とムーンビーストが住む。またナイアルラトホテップの神官が一人いるだけの修道院がある。ネクロノミコン、には連光源の正確な所在地は書かれていないが、連光源の中にカダッスが存在すると言われている。